ナンシーの戦いは、1477年1月5日、ロレーヌ公国の都市、ナンシー郊外で、ブルゴーニュ公シャルルとロレーヌ公ルネ2世との間で、起こったブルゴーニュ戦争最後の戦い。決戦となった、この戦いでは、ルネの軍勢が勝利した。切り刻まれた、シャルルの遺体が確認されたのは3日後だった。1476年、シャルルは、ロレーヌ公、ルネの軍により、 ロレーヌ広国の首都ナンシーを奪還されたため、これを包囲していた。厳しい冬という状況にもかかわらず、シャルルは天候がひとたび好転すれば、遅かれ早かれルネが救援の軍を率いてくるのがよく、分かっており、何としても包囲戦を完了させるつもりだった。12月下旬、ルネはロレーヌとラインテイチ同盟から1万ないし1万2千人を、スイスから傭兵1万人を集結させ、 1477年1月上旬、ナンシーに向けて進軍を開始した。積雪があったにもかかわらず、彼らは1月5日早朝にはナンシーに到着した。シャルルはルネの軍が間近に迫ったことを知り、ナンシーの南にある強固な防衛拠点へ軍のほとんどを整列させた。そこは背後に渓流が流れる谷間の最も狭まった場所で、急斜面には、 木が生いいっていたシャルルは、スイス軍は急斜面を下らなければならないであろうことを知っていた。彼が動かせた正確な人数を把握するのは難しいが、現代の評者は4000人から8000人の間でだったろうとみなしている。この戦いでは、この衛兵すら、定員割れし、兵力のほとんどは重卒であり、理論的には多く見積もっても、 実力の50%しか発揮できなかった。シャルルはルネの軍勢が間近に迫っているという知らせを受けたものの、自ら戦略に厳密に従った大人を組んだ。不評中隊と憲兵に30門の野砲を他の頂上の正面に帰乗した騎士と砲兵を両翼に配置した。シャルルは6ヶ月前のムルテンの戦いの損失で偵察隊の不足に苦しんでいたが、 連合軍はそうではなかった。指定がないしイヤードを切る吹雪にもかかわらず、連合軍の偵察隊はすぐに、ブルゴーニュの陣地に対して、正面攻撃を仕掛けると自軍に大きな損害をもたらすことを見分けた。スイス軍は、不評7000人の不評部隊と2000人の、騎兵部隊からなる、前衛部隊が、右翼からの攻撃を、8000人の不評部隊と1300人の、 騎兵部隊からなる主力部隊は、ウルゴーニュ軍の左の横腹を攻撃すべく困難な道を迂回して行軍し、木が追い茂り、雪が厚く積もった斜面の上に陣取ったが、ウルゴーニュ軍が待機している場所は、目視できなかった。手重兵800人からなる小兵成の後衛部隊は、予備に回された。戦いの後発見された、シャルルト進行の遺体。作者未詳およそ2時間にわたる、 後軍の後、主力部隊は、ブルゴーニュ陣営のすぐ後方の斜面の茂みから、くさび型の砲陣を組んで現れた。スイス軍の角笛が3回鳴り響き、スイス軍は、ブルゴーニュ陣営に向けて坂を下って突撃した。大砲は、対主力部隊向けに再訓練を受けていたが実戦で、十分な威力を発揮できず、一度の一斉射撃で、殺されたのは2人だった。ブルゴーニュ軍右翼の騎兵は、 スイス不評の集団を撃退したが、数に勝るスイス不評との大勢に、武勢の一方的な戦いで、ブルゴーニ不評の法人は引かざるを得なかった。前衛部隊は、ブルゴーニ軍左翼を撃退し、砲兵を敗走させた。シャルルと指揮官は最後まで崩れた軍勢を立て直そうと、努力をしたが、成功しなかった。彼の正体は敗走したが、最後には、スイス軍の一団に取り囲まれた。 斧の槍兵が素早い一振りをシャルルの頭に浴びせ、致命的な一撃をヘルメットに与えた。シャルルが倒れる姿は見えたが、その周囲は戦いでごった返していた。その変わり果てた遺体が見つかり、虐殺された残骸から本人であると特定されるまで3日かかった。こうして、バロアブルゴーニュ家の事実上最後のブルゴーニュ行は戦死した。翻訳元、ありがとうございます。